東武5070型51072編成が運用に復帰しました。東武鉄道は、今日3日、5070型51072編成を営業運転に復帰しました。東武5070型は、東京メトロ有楽町線、副都心線、東急東横線、横浜高速鉄道みなとみらい線への直通運転用として、2007年6月に営業運転を開始した車両です。10両編成7本が森林公園研修区に所属しています。今日3日に営業運転に復帰したのは、51072編成です。この編成は、今年3月中旬より、森林公園研修区に入場していました。森林公園研修区にて、2画面 LCD の設置工事や前照灯の LED 化が行われました。5070型として、初の前照灯 LED 車となります。そして、この編成への2画面 LCD の設置をもって、5070型全編成の2画面 LCD 化が完了したこととなります。51072編成は、今日3日の 01T 運用より営業運転に復帰しました。これで、6月3日の KAB ニュースを終わります。